あった映像が。左肩下げて起きて右肩を下げていくっていうのは、まあ右肩下げなくてもいいけどね、クラブ上げてて打った後だからね。だからそうだね、これテイクバックで左肩を下げていくんですね、アプローチの時にね。大事なのはね、直線で鋭角に打たないでね。で起きるんですよ。そこが重要なとこなんですね。地面と平行にクラブを引くっていうのは、テイクバック時には右に来てね、時に沈んでいくんですね。左の肩をね、沈めていくんですよ、少し。で起きるんですね、打つ時にね。そうしないと地面と平行に滑りませんから、その動きを間違えるとダフるんですね。あるいはまあトップするともう最悪だしね、トップしても最悪ではないんだけど、だからテイクバックで左へ下げて、それで起きて、あとは我孫子式も簡単になるということじゃないでしょうかね。